ういう書簡が届いたんだけど、みんなはどう思う？なんか怪しくないか？本当に助けてほしいなら何に困ってるかくらい書くだろう。確かに、もしかしたらいたずらの手紙なのかも。やっぱりそう思うか。でも本当に困ってるとしたら見過ごせないしな。そもそもこのロットルタウンって名前も聞いたことがないんだけど、一体どんなところなんだろう？北との国境付近にある小さな町だよ。国境付近にあるからイリア教色が強いんだけど、その分治安も良くてのどかで平和なところなんだ。ちなみにおすすめは特産品のコーン料理。誰だこの無駄にキラキラしたイケメン。謎のキラキラで目がつぶれそうだよ。ちょっと誰、こんな眩しくして。なんだい、ひどいな。みんなして僕のことを忘れちゃったのかい、このキリュウユッテルのことを。え、ユピテル、どうして人間の姿に？そりゃあロットルタウンの名前が聞こえたからに決まってるさ。あそこに行くならおしゃれしないと。僕、あそこにはちょっとした縁があってね、そこから依頼の書簡となれば放ってはおけないよ。え、ユピテルは受けるつもりなの、この怪しさ満点の依頼を？真偽のほどは現地へ行って確かめればいいし、本当に困ってるなら助けて、嘘なら観光して帰るだけさ。あそこは本当にのどかなところだから、いい息抜きになると思うんだ。どう？わかった。町を知っているユピテルがそう言うなら、行くだけ行って見てみようか。できるパーティー会場だぜ。なんだこれ、帝国兵がそこら中でパーティーしてる。おかしいな、こんな騒がしい街じゃなかったはずなんだけど。コーン畑が並んでたり、もっと平和な感じだったんだよ本当に。というか、なんで帝国兵がいるんだい？わからない。普通なら国境付近になるほど帝国の影響力は弱まっていくはずなんだけど。ウォー！その声は正常の第七幼児？なんかこっちに気づいたぞ。マジにあの怪しい手紙で来てくれたんだぜ。噂通りの聖人君子。ありがた涙で頂戴するよ。依頼の人物即刻確保。ウェイ！もう囲まれた。力を貸してくれユピテル、ここから逃げさせるかい。王子を捕らえて一攫千金、その夢叶えるためダッドダッドしょい。ああ、助けて。おお、なかなかに鮮やかな手並み。これ助けた方がいいのかな。まあうちのご主人なら大丈夫か。それよりこの町がおかしくなった理由を探りたいな。さてさて、行ってみるとしよっか。と思って町中歩いてみたものの、見渡す限り変な帝国兵ばかりだな。できたらこの町の元々の住民に話を聞きたいんだけど。おや？そんな、お嬢様がとうとう現地の餌食に。
これでもうこの町はおしまいだ。帝国兵さえ味方につけたあの検事には誰も勝てやしないんだ。あれはみんな掲示板の張り紙を見ているみたいだけど、検事が帝国兵を味方につけたって一体。ちょっとごめんね。この張り紙は一体なんだい？もしかして町中に帝国兵がいるのと関係ある？あんた旅の人かい？この町はもうずっとこんな感じさ。町で唯一の検事が帝国兵を金で囲ってんだ。検事ごときにそんな力があるの？町長は何をしているんだい？今は検事が町長なのよ。みんな本当は認めてないけど、表立っては逆らえないわ。もし目をつけられて裁判所に引きずり出されたら絶対に勝てんからな。今まで何人も横暴に異を唱えた人が裁判で負けて消されていったの。検事は間違いなく悪人よ。でも屋敷の守りが厳重すぎて、この町の治安を守ってくれている教会騎士でも悪事の尻尾がつかめないのよ。そりゃあ大変だ。そんなだと誰かしら検事に盾つくやつが出てきていてもおかしくなさそうだけど、もしやさっき話してたお嬢様っていうのがそうなのかな？ああ、だがそのお嬢様もとうとう帝国兵に捕まって拘置所に送られてしまったみたいだ。おいたわしや。へえ。ちなみにその拘置所ってどこ？ここから北にしばらく歩いた建物よ。でもそんなの聞いてどうするの？あそこも帝国兵が厳しく守ってて。決まってるさ。よそ見をしてくれってお願いして堂々と忍び込むんだよ。なんだって？よしよし、みんないい子だね。さて、お嬢様はどこかなと。落ち着いて。俺も突然のことが続いてまだ混乱してるんだ。捕まったのは悪かったけれど。うん、あの奥だな。にしても今の声の片方って。やっぱり王子もここにいたのか。おいお二人さん、牢屋も違うのに何を大声で話してるの？ユピテル、助けに来てくれたのか。実はね、隣の坊の彼女エリンは前町長のご息女らしいんだ。それで現町長の検事と何かと対立していたところ、とうとうはめられてここに入れられてしまったんだって。そう、殺人の濡れ衣を着せられたのよ。あの検事、私が肌身離さず鍵を守ってるからっていよいよ強硬策に出たのよ。私を有罪にして鍵を取り上げ、邪魔者を消し、正室の中身も手に入れようって腹よ。強欲すぎるわ。訴えてやる。今訴えられてるのは君だろう。ああそうか、町の人たちが噂してたお嬢様って君のこと。民から信頼されてる前町長の娘なんて邪魔なことこの上ないもんね。そりゃあ検事も消したがるさ。でもそれなら君よりも前町長本人が標的になりそうなものだけど。お父様はもう亡くなったわ。獄中心よ。だからこそ私はこの鍵を守らなくちゃいけないの。
おっと、ごめんね。なら話を変えよう。その鍵とか性質とやらは一体何なんだい？それが建国王アルベリウスの聖遺物を収めた箱とその鍵らしい。アルベリウスの？そうよ、本物。所有者に強大な力と繁栄を約束するっていう、我が家で代々受け継がれてきた家宝なの。それをあの賢治は父を失脚させた時一緒に奪っていったのよ。でも奴は未だに性質を開けられていない。鍵を手に入れられてないからね。それに仮に鍵だけ手に入れたとしても無駄なのよ。生物の軌道には王族しか持っていない竜の血が必要だもの。この前そう単価を切ってやったのよ。はあ、だいたい読めてきたぞ。正常にあの書簡が届いた原因はそれかだろうな。どうやらケンジは謎の生遺物の力が何としても欲しいらしい。うん、つまりこのまま順当にいけば君も適当な罪をかぶせられる可能性大ってことだね。パーティー乱入罪とかその辺でさ。あとは例の検事が仕切る裁判で無理やり有罪にされて人生も終了だ。多分むちゃくちゃすぎるけど、どうもここはそういう街らしい。だから弁護士もあまりいなくて。まあ誰しも不当な負け戦はしたくないだろうしね。となると君もまだ弁護士見つかってなかったりするの？それはそうだけど。だから何よ、弁護士なんかいなくても私はあの検事には負けないわよ。ただでさえこの前泥棒に入られて気がめいってたのに、今度は殺人犯扱いなんて絶対許さない。こうなったら自己弁護で無罪勝利してみせるわ。それで逆に検事を訴え返してやるのよ。か、なるほどね。傷ついてもタダで負けてやるつもりはないわけだ。いいね、面白い。それなら僕が力を貸してあげないこともないよ。え、どういうこと？つまりこういうことさ。この僕ユピテルが君の担当弁護士になってあげよう。華麗に裁判に勝利し、ついでに検事の不正も暴き、君たち二人と遺品をいっぺんに取り戻してあげちゃうよ。今なんて？だから僕が君の弁護を引き受けてあげるって話さ。口達者さには自信があるから安心していいよ。その言葉だけで一気に不安になってきたわ。でも他に頼れる人がいないのも事実だし。ねえママよ、やってちょうだい私の弁護。負けたら承知しないわよ。もちろんさ。じゃあ早速事件のことを聞かせてくれる？ええ、あれは一昨日の夕方のことよ。ちょっと用事があって私は商店街の方に出かけていたの。でもその帰り帝国兵たちに絡まれちゃって。よー、そこの道行くお嬢ちゃん、俺らとエブリデイナイトフィーバーしようぜ。しないわ、邪魔だから消えて。そういうなよーい、ジョーちゃんにこっち行かれると困るんだよーい。あ、スクラムスクラム。ちょっと本当に邪魔なんだけど。まあ迂回するしかないじゃない。はあ、この通り薄暗いから嫌いなのに。なん
あいつら。何かしら今の音。あ、人が倒れて。大丈夫ですか？背中にナイフが。息がない。誰っすか？そこにいるのは。お前、前町長のお嬢。人が死んでる。お前がやったんすね、この人殺し。ああ、私が見つけた時にはもう刺されて亡くなってたのよ。適当なこと言わないで。適当なんかじゃないっす。その凶器のナイフ、お前の家の家紋が入ってるじゃないっすか。どうだ、これ、よく見たらこの前、泥棒に盗まれて亡くなってたやつじゃない。なら犯人は、うちに入った泥棒よ。私じゃないわ。そんな言い訳聞かないっすよ。おい、みんな、ここに殺人犯がいるっすよ。というわけなのよ。それであっという間に独房送りにされて今に至るわ。なるほどね。もろもろの真偽のほどはともかくとして、事件の概要は大体理解できたかな。そして君が嘘をつくのが得意じゃなさそうだってことも分かった。確かに君は犯人じゃないんだろう。信じてくれるんだ。まあね、依頼人を最後まで信じるのが弁護士の務めってやつさ。さてと、それじゃあ僕は今の話をもとに町で調査をしてこようかな。夕方には戻るから、それまで仲良くしてるんだよ。なんかいかにも性格悪そうな顔してるけど、意外といい人なのね。ああ、気まぐれだけど信頼できる仲間だよ。仲間か。いいわよね、信頼できる相手がいると。お父様にもあの時そんな仲間が残っていれば、少しは結果も違っていたのかしら。あの時って、もしかして前町長が失脚させられたって時のこと？そう、今思えば不自然だったのよ。お父様の信頼できる部下が次々と辞めていって、そこに検事がやってきて、で誰もかばってくれない状況で事実無根の不祥事を立件されて、気づいたらお父様を有罪にした検事が次の町長になってた。部下たちが辞めていったのも検事の企みによるものかもしれないと。ありえない話じゃないと思う。私たちの一族は代々町長の立場と性質を守り続けてきたの。あの検事はその両方を欲しがった。だから邪魔な私たち一族を卑怯な手ではめ続けてるのよ。エリー、でもそこまでして手に入れたいだなんて、一体性質って何なんだろう。さあ、その昔ご先祖様を助けたっていう伝説のドラゴンから譲り受けたありがたい品だって話だけど、中身はもう誰も知らないわ。私にとってはずっと家に伝わってるただの綺麗な箱ってだけ。本当に困った時だけ開けなさいって言われてきたけど、そんな大した力が入ってるものなのかしら。なんとも言えないな。一つ言えるのは、俺たちにできるのはユピテルの調査を待つだけってことだ。そうね、あの人は調査とかちゃんとできる人だといいんだけど。
やたらと帝国兵に妨害されたけど、問題なく証拠をつかんできたよ。あ、ちなみに今は担当弁護士として正式に面会しに来てるから、帝国兵が襲ってくる心配はいらないよ。想像の100倍ぐらいちゃんと調査できてる。え、何？僕の腕を疑ってたの？シクシク、悲しいなあ。依頼人も弁護士をちゃんと信じてほしいよ。俺はちゃんと信じてたよ。それで報告を聞かせてもらってもいいかな？もちろんさ。判明したことは2つ。まず1つは事件当時の現場の様子について。結論から言うと、当時あの路地にいた人間はエリンと発見者の青年だけだ。どうも帝国兵が人払いをしていたみたいでね。あそこには行きたくても近づけない状況だったらしいよ。エリンを誘導したのも、人払いをかけたのも帝国兵か。そうなるね。で、判明したもう1つは事件に使われた凶器についてだ。我が家の家紋が刻まれていたあのナイフよね。うん、あれね、どうも町の古物商が売り買いしたものみたいだよ。古物商？え、泥棒がずっと持ってたんじゃないの？ああ、取り調べに答えた古物商の話が確かなら、あのナイフは事件の少し前に買い取りへ出されたもので間違いない。ということは、殺人事件の真犯人は泥棒じゃなくて、そのナイフを買い取った誰かってことかしら。そうなるね。そして九段のナイフはちょうど事件の前日に買い手がついたんだそうだ。その買い手の特徴は、君を殺人犯として告発した青年のものと一致している。どうだい、何か見えてこない？つまり真犯人はあの男だったってこと？まだ確定ではないけれど、その可能性は高いだろうね。でもすごいじゃないか、ユピテル。これだけ証拠があれば、かなり有利に裁判を進められるはずだ。光明が見えてきたぞ。それはどうかな？その声、この町の法廷では私が絶対だ。何やら嗅ぎ回っているようだが、万に一つにも君たちに勝ち目はない。やっぱりガロン検事、よくものこのこと私の前に。まるで親の仇のように睨むな、エリン。私はむしろ君を助けに来てやったというのに。どういうこと？エリン、これが最後の勧告だ。アルベリウスの性質の鍵を渡しなさい。そうすれば嫌疑を晴らし、ここから出してやろう。絶対敗北の裁きなど受ける必要もなくなるぞ。隣の君もだ。竜の血さえ穏便にいただけるなら悪いようにはしない。私もアルベリアの民だ。元でも王子に無体は働きたくない。はは、そうくるか。僕個人としては嫌いなやり方じゃないけど、ま、今はちょっと見過ごせないな。絶対的な私の言葉に口を挟むとは。誰だね、君は。エリンの担当弁護士さ。さっきからいたんだけど、僕ほどのイケメンを無視するなんていい度胸をしてるよね。それはさておき、二人とも当たり前だけど、この要求に応じる必要はないよ。僕が裁判で勝つから。証拠ならもう掴んでる。なんなら真犯人を引きずり出す算段もつけ終わった後さ。ねえ、
絶対的な賢治さんとやら、これでもさっきと同じ余裕を保っていられるのかい？ふん、派手な羽虫風情が泣きわめきよって。が、それも今のうちだ。何度でも言ってやろう。この町の法廷では私が絶対なのだ。そして明日には正室の中身も我がものとなる。その時になって己の選択を悔やむがいい。あの時素直に言うことを聞いていればよかったとな。ふーん、もっとみっともなくうろたえるかと思ったけど意外。取引に失敗し、こちらが調査を進めていることを知っても動じないとはね。よほど裁判に自信があると見える。ええ、今度も帝国兵たちを使って徹底的に邪魔をするつもりでしょう。勝つためなら何でもするのよ。となると万一の場合に備えておくに越したことはないね。でもこれ以上どうやって備えるんだ？そこはそれ、蛇の道は蛇さ。邪道には邪道で返そうってね。心配しなくても手の打ちようはある。ちょっと今からその仕込みをしてきちゃうね。二人は安心して待ってればいいよ。じゃあまた明日法廷で。スキップして行っちゃったわよ。本当に大丈夫なんでしょうね？待つんだよ。王子の傍聴は許すけど、代わりに弁護士が牢屋に残る約束だよ。そんな約束はしてないよ。あー、もうしつこいな。傍聴と一時釈放の許可さえ取ったら君らは用なしなの。いいからそこでしびれといて。じゃあね、もう追ってこないでよ。どさくさに紛れて勝手な約束を取り付ける作戦、大失敗だぞ。ふう、助かった。予想通り移動中ずっと帝国兵が邪魔してきたな。あいつら気合入りすぎでしょ。賢治からいくらもらってるのかしら。まあ内情がズタボロとはいえ、他国の兵を私兵同然に使ってるんだから相当払ってるんだろうね。けどそんな無茶苦茶も今日限りさ。さあ勝利をつかみに行くとしようか。これがこの町の法廷。帝国兵がたむろしている町中からは想像できないぐらいきちんとした場所だ。裁判所自体はうちのひいおじい様が作った由緒正しいものだから。なのにそこで悪事を働くなんて。皆さん静粛に。それでは開廷します。検察側は起訴状を読み上げるように。承知した。よいか、無知蒙昧な被告人と傍聴人、今から心して絶対的な我が言葉を傾聴するがよい。3日前の夕刻、被告人は商店街通りの裏路地にて罪のない被害者をナイフにて刺し殺した。検察側はその目撃者の入廷と証言を要請する。証人よ、前へ。はい、自分はゲロッタって言います。事件の第一発見者っす。あの日自分はたまたま事件現場の近くを歩いていて、女性の叫び声を聞いて現場へ駆けつけたっすよ。その時にはもう被害者はナイフで刺されて死んでいて、ナイフには被告人の家の家紋が。路地裏には他に誰もいなかったっす。
つまり殺人犯は被告人で絶対に間違いないってわけっすよ。では被告人に尋ねます。今の証人の発言について内容に相違はありませんか？終わりに決まってるでしょ。私が被害者を見つけた時にはもう刺されてたわ。よろしい。では弁護人のご意見はいかがですか？もちろん検察側の主張には同意しないよ。こちらには証人の言葉に含まれる矛盾を暴く用意がある。まずそもそもの話だけど、凶器のナイフは事件よりずっと前に被告人の家から盗まれているんだよ。これがその証拠だ。九段のナイフを売買した古物商の証言をもとに協会騎士が作成した調査資料だよ。さらにその古物商は事件前日に問題のナイフを売り飛ばした相手の特徴についても証言を残している。年若い茶髪の男、瞳も茶色い、やや猫背で声が大きい。すべて証人の特徴と一致するよね。静粛に。弁護人、これは一体どういうことでしょう？どうってすごく簡単なことさ。事件当時ナイフを持っていたのは実は被告人ではなく証人だった。そして意味軸も証人本人が証言した通り、事件現場にいた人間は2人を置いて他にいない。つまり証人こそがこの殺人事件の真犯人。この殺人容疑は第一発見者による自作自演行為に過ぎないのさ。余計！あの反応、やっぱり図星なんだ。これならもしかして。くだらん。あまりに馬鹿げた非絶対的な妄想だ。なんですって？くだらんと言ったのだ。その馬鹿げた推論を証拠づけるのは古物商の陳述、それのみ。人相書きでもあるならまだしも、これではただの言いがかりだ。絶対的に話にならんな。そうっすよ。あんないかにも記憶力悪そうなじいさんの言うことなんか当てにならないっす。へえ、君よく証言した古物商がおじいさんだってわかったね。この町の古物商は一人じゃないはずなんだけど、もしかして心当たりがあるのかな。やっぱりね、証人君は口が軽そうだなと思ってたんだ。あえて詳細な説明を省いてよかったよ。嘘、まさかあなた証人の出現を狙って揺さぶりに行ったっていうの？さすがはユピテルだ。ケンジに反論されるところまで織り込み済みだなんて。この調子で進めていけば順当に無罪を勝ち取れるんじゃないか。弁護側の主張は以上のようです。検察側、他に証拠調べの請求はありますか？ある。検察側は新たな証人の入廷と証言を要請する。証人よ、前へ。他にも証人が？はい、我が輩は三門。この町で古物商をやっております。証拠品のナイフを売買したものです。ほんで我が輩が申し上げたいのは協会騎士さんへの謝罪でありまして、取り調べでナイフを買いなさったお客さんのことをいろいろ話したと思うんですが、
あれ、記憶違いです。はあ、いきなり教会騎士さんたちに囲まれて動転して適当なことを言いました。なので取り下げさせてください。ナイフを撃った相手は女性ですわ。しかもよく思い出してみれば被告人のお嬢さんに似てたような気もしますな。なんだって。わからぬか。つまり一人目の証人を真犯人だとする弁護側の主張は成立しなくなったということだ。そして新たな証言は被告人が真犯人であることを絶対的に決定づけるもの。そういうことだ、被告人よ。なんですって。ありえないわよ。なんであのおじいさんいきなり意見を変えちゃったの。やられた。あれ偽証だよ。ケンジのやつこっそり裏で手を回して古物商を買収してたんだ。いつの間にそんな。多分昨日の夜のうちに僕の勝ち筋を読んで対抗策を用意したんだね。そしてこちらの出方を見てから必要に応じて投入した。こすっからい真似してくれるじゃないか。まったく。弁護側いかがですか。検察側の主張について反論はありますか。あるわよね。だって状況から言って犯人はあの男しかありえない。真実が一つならその証明方法は絶対にあるわよね。あると言いたいところだけど、降って湧いた偽証を証明する方法なんてそう簡単には用意できないよ。ケンジの言う通り人相書きの一つもないからね。唯一の証人に苦労をしろと言い換えられたら打つ手がない。ヤブはひどくないかな。ヤブは、あ、襟つかまないで、揺らさないで、ちょ、たんま、裁判長、被告人が取り乱して審理を続行できる状態じゃない。弁護側は本法廷の小休止を要請する。よろしい。確かに被告人には落ち着くための時間が必要なようです。ち、時を稼いだか。無駄なあがきを。これより本法廷は休憩時間に入ります。休廷が明け次第被告人に最終判決を言い渡すものとします。暴く証拠は見つからないし、状況は全然良くならないし、やっぱりこの町で裁判に勝つなんて無理だったのね。ほらほら、この程度で悲観しないの。僕が弁護を引き受けた人間はもっと諦めが悪かったはずだよ。君のご先祖みたいにね。君はもっと踏ん張れる人間だと思うんだけどな。何？先祖、私の？そう、200年ぐらい前かな。君の先祖とはちょっとした付き合いがあってね。200年前？え、それってうちのご先祖様が町おこしをしていた頃と同じということは、まさか我が家に伝わる町おこしを手伝ってくれた伝説のドラゴンってあなたなの？え、そうなのか。ああ、でも道理でユピテルが人間の依頼を受けるなんて珍しいもんな。出かけに行ってた縁が
エリンの先祖との友情だとしたら、いろいろ納得だ。ま、そういうことさ。町が大変なことになってて、言うのを忘れてたな。そんな大事なこと忘れないでよ。まったく、にわかには信じがたいわ。これがあの、ひねくれて意地悪くてこましゃくれだけど、誰より頼もしい超絶イケメンドラゴンだなんて。君んちは僕のことを一体何だと思って伝えてたのかが気がかりだけど、最後の一文に免じて不問にしよう。ともあれ、そんな僕が弁護してるんだ。もう少し信じてほしいな。でも、ケンジの偽証を証明する方法はやっぱりないんでしょ。そうだね。だけどそれは勝ち筋がなくなったという意味じゃないんだ。え？言っただろ、邪道には邪道でだ。もう少しだけ時間をくれ。必ず僕が君を無罪にしてあげるから。わかった。取り乱してごめんなさい。私もう一度あなたを信じる。だから絶対勝ってちょうだいよ。絶対絶対絶対だからね。もちろんさ、楽しませてあげるから、まばたきしないで見ていてくれ。それでは審理を再開します。弁護側、検察側の主張について何か反論はありますか。ああ、もちろんあるよ。先ほど古物商は事件前日にナイフを買いに来たのは被告人とおぼしき女性だったと言ったよね。それについて休憩中に再度確認をしてみたところ、買い手を女性だと判ずる物証はないそうだよ。つまり検察側の主張を誤りであると考える余地はまだ残されているんだ。何を言い出すかと思えば、法廷で語られた証言はただの陳述とは違う、十分な証拠として認められるものだ。でも物証がないのなら偽証の可能性は否定しきれないよね。この地で強い権力を持つ教会騎士に話した内容をわざわざ引っ込める、何か裏を感じるんだけどな。僕はこれはとんだ侮辱だぞ、弁護人。では逆に問うが、当然証言の間違いを指摘する証拠はあるのだろうな。証拠がなければ貴様のそれはただの言いがかりだ。疑惑のみで我が主張を崩すことはかなわぬぞ。証拠は特にない。はっ、やはりな。わざわざ時間稼ぎまでしたというのに、とんだ無駄骨だったようだな。多少は警戒したが、その意味もなかったな。この弁護士は確かにヤブだ。勝ち誇ったように笑うね。まあね、確かにこの問答は君の持論を崩し得ない。でもそれでいいんだよ。だって僕の目的はここまで審理を引っ張ることそのものなんだもの。休廷を要請したのもそのため。どうやら君はまだ僕の本当の狙いに気づいてないみたいだね。何？貴様何を企んで。皆まで言わせるなよ。こういうことさ。教会騎士だ。女神エリアの名のもとにケンジガノンを逮捕する。な、これはどういうことですか。教会騎士殿、ここは法廷ですぞ。許可は取っております、裁判長閣下。我々はついにケンジの悪行を裁くための証拠を手に入れたのです。
前町長を不当に失脚させた証拠やその他諸々の悪事の証、それがやっと手に入ったのです。すごい。バカな、屋敷は厳重に守らせている。そんな職が手に入るわけ。そういうこと。どうやら今日ばかりは裁判に夢中になりすぎて屋敷の守りを手薄にしちゃったみたいだね。弁護士殿、タレコミ感謝です。もう言い逃れはさせません。さあ、お縄につくのです。逮捕だ逮捕。貴様にコケにされ続けてきた我らの正義を堪能するべし。どうやらユピテルは最初から裁判そのもので勝つ気はなかったみたい。裁判で勝てないなら検事を検挙して裁判そのものを無効にすればいい、そういう狙いだよね多分。でもいつの間に教会騎士とそんな相談を。そこはそれ、蛇の道は蛇さ、邪道には邪道で返そうってね。心配しなくても手の打ちようはある。ちょっと今からその仕込みをしてきちゃうね。あの時か。あの時だろうな、間違いなく。とまあそういうわけさ。ケンジ殿の黒い経歴は今白日のもとにさらされた。犯罪者であるガロンケンジの能力や彼の用意した証人の証言能力のほどには疑問が残ると言えるだろう。そこで僕はこの審理のやり直しを要求するよ。もちろんケンジは別の人に交代してね。どうかな裁判長。そうですね、確かに弁護側の言う通りです。本法廷はここで一時中断とし、後日改めて。そうはさせん。な、何事です。わー、呼ばれて飛び出て第三条ヘイ。絶対的な私にこのような敗北などあり得るのか。できるだけ穏便に進めたかったが、こうなっては致し方ない。魔物ども、鍵と血を奪え。承知でほう。くそ、逮捕されるぐらいなら強行手段に出るってか。君、想像以上に子供でやけっぱちだな。なんとでも言え。性質の力さえ手に入れば、この場で犯した罪など物の数にも入らん。何しろお前たちはこの世から絶対的に消え去る定めだ。はっ、もっと早くこうしておけばよかったわ。さて、では始めようではないか。性質に秘められた力を貴様らに見せてくれよう。はいただきだぜ。返して。上からチクッと失礼するぞ。うわ、天井からいた。ご苦労、これにて鍵と血は揃った。さあ、愚民どもの処刑の時だ。鍵よ、アルベリウスの性質を開け。おおおおおおお、これが秘められた聖遺物、大いなる力と繁栄をもたらすもの。性質から何か出てきた。あれは杯、いや杯型の魔道具だ。王子様の血で杯が光り始めた。
一体何が起ころうとしているの？大いなる力は今我がものとなったのだ。さあ愚民どもよ、建国王の力にひれ伏すがいい。あら？何も起こりませんな。もしかして光っただけっしょい？バカだ！生物は絶対的に起動していた！まさか私は偽物をつかまされたというのか？おかしい！ここに来て今更疑っちゃうのか？あれだけ虎の意を借りておいて妄想の通りにならなければ偽物扱いとはね。つくづく君は見た目通り小物だな。なんだ貴様、何を笑っている？じゃあ親切心から教えてあげよう。その魔道具は本物だよ。性質もね、確かにアルベリウスの遺品さ。アルベリウスからもらった品を友好の証として僕自身が当時の町長に渡したんだ。だから間違いない。貴様自身が？何を言っている。第一、本物だというならなぜ力を発揮しないのだ？力は発揮してるよ。ちゃんと竜の血で起動させられてるしね。でも別にこれ人間に力を与えるものじゃないんだ。何？では何なのだ、これは？決まってるさ。それはね、僕、騎竜ユピテルを呼び出し、竜の血で強化するための魔道具なんだよ。魔道具にいっぱいマナをもらってお腹いっぱいになっちゃった。なんじゃその莫大なオーラは。絶対的にありえず。うんうん、予想通りの反応をどうも。じゃああとはどうなるかわかるよね。覚悟とかちゃんとできてる？おい帝国兵、身を挺して私を守れ。あんな奴をまともに相手してられるか。この人もしかしてオイラを盾にするつもり？しょうもない。無駄無駄。その浅ましい表情を普通に歪めてまとめてビリビリいっちゃおうか。いくよ、プライマルサンダー！おもれ、神聖な法廷でドラゴンが暴れるなど悪い夢だ。一番悪いことした人が言うと説得力なさすぎだよ。やったぞ！よし、今のうちに彼らを連行します。よかったよかった。これで一件落着だね。で、裁判長。はい。何ですかな、弁護側。コアク党の検事もいなくなったし、改めて。裁判は後日にやり直しでいいよね。そうですな。検事を入れ替え再審理を行いましょう。日は追って伝えます。それではこれにて一時閉廷。
本当に良かった。やっぱり真相はユピテルの推理通りだったね。後ろ盾がいなくなったからか、向こうもあっさり容疑を認めたしね。楽な裁判だったよ。ああ、これで本当に解決だな。ケンジや帝国兵がいなくなった後すぐ俺は解放してもらえたし、エリンもついに自由の身だ。本当に一人で片付けちゃったな、ユピテル。うん、ヤブなんて言ってごめんなさい。あなたは世界一の敏腕弁護士よ。いいよいいよ、もっと褒めて。僕は自分への賛辞が大好きなんだ。もう調子のいいドラゴン。でもあなたの腕が確かだからこそちょっと不思議なのよね。何がだい？だってあなた性質の中身は大したことないって最初から知ってたでしょ。だったらケンジが性質を開こうがどうだっていいし、王子様だけ連れて逃げてもよかったはず。なのにどうしてわざわざ私の弁護を引き受けてくれたのかしら。理由は二つある。一つは約束してたからだ。約束？君の先祖との約束さ。困った時は助けてあげるって。この町を作る時、僕は君の先祖を陰に日向に助けて町の繁栄を支えた。で、別れる時に選別で魔道具を渡したんだ。子孫がこれで助けを呼んだら行くよと言ってね。あれ本当は呼び出しが本命の道具なんだよ。なぜかみんな竜の血を使うおまけ機能の話ばかりしてたけど。まあドラゴンが助けに来てくれるっていうこと自体、普通の人間にとってはとんでもないことだからね。そのあたりがいつの間にか歪曲されて、性質が所有者に力と繁栄をもたらすどうこうって話になったんだろう。言い伝えって大体尾ひれがつくものだしね。でもそっか、それなら助けに来てくれたのは納得だわ。だけど二つ目って何？そりゃもちろん君を気に入ったからさ。え？僕ってばとっても気まぐれだから、たとえ友達の子孫でも持ち主があのケンジだったら見捨てて帰ってたよ。よかったねエリン、僕に約束を守らせたのは紛れもなく君自身さ。そっかありがとう、すごく嬉しい。なら私ちゃんとあなたの信頼に応えないとね。この町の立て直し頑張ってみるわ。あなたにつまんない人間だと思われたりしないよう精一杯。ああ、現町長が逮捕されちゃったから君が次の町長になるんだっけ。町のみんなの推薦でね。今はまだペーペーだから特にあなたに測れる便宜もないけど、けど立派になったらその時改めてお礼するから、また来てちょうだい。私ができることなら何でもするわ。あなたが望むなら町の名前をユピテルタウンにするとかも可能よ。どう？クールなんじゃない？かなり。いや、それは別に。というか、お礼ならもう十分受け取ってるしね。え、どんな？自分は賢いと思い上がってる小物のプライドがベッキベキに折れる瞬間をたっぷりと堪能する機会をさ。すごい笑顔でとんでもないことを言い出したな。あそこまで予想通りに踊る小悪党もなかなかいないからね。実に楽しかったよ、ありがとう。この人は家ドラゴン、やっぱりそこそこ性格悪くないかしら。王子様、我が家に伝わる偉大な友は常にいつもああいう感じなの？ひねくれてて言うことも適当で。
まあ割と。でもユピテルはひねくれてはいても本当に大事な時に適当を言ったりはしないよ。だから君を気に入ったという言葉に嘘偽りはないさ。そうだろユピテル。まあね、先祖と同じ関係になってもいいかなという程度にはエリンを気に入っているよ。あら、それじゃあ私たち今日からお友達ね。君が面白いうちはね。で、その間はこのアルベリウスの性質も改めて君に託そうかな。僕らの友好の証としてね。もちろん困った時にはまた呼んで。そうすれば必ず僕が駆けつけるよ。この超絶イケメンドラゴンのユピテルがね。うん、ありがとうユピテル。誰より頼りになる我が家の友にして、とっても素敵な弁護士さん。行くぞ。